さをバネに1位に輝くことができるのでしょうか。さあそれでは早速決勝戦の第1セットです。それでは参りましょう。波動ファイト。まずは火花のステータスからご覧いただきます。1番奥川ネガティブ選手4321、真ん中ヨネ選手1135、手前ズーマー選手5221、対するユニコーン1番奥グティ選手5311、真ん中中地選手1135、手前ユキコ選手3151といったステータスです。さあまずはシールドを貼られたら落ち着いて割る決定しております。そして火花、まずは先制点1点取っていきます。ここでネガティブ選手が追加点取って2対0、残り時間が40秒半分を切っております。シールドを割りながらも避けながらも狙っていきたい。さあここグティ選手間一発の避け、残り時間が30秒、2点差。さあじわじわと前に出ていく、シールドの枚数を合わせていくか火花。さあここは3対0、残り時間が着々と減っている、残り15秒だ。さあライフの枚数は火花が少し不利、ここ連続得点取られてしまったらユニコーンは追いつくぞ。さあここで1点、2点、あと1点追いつくか、残り3秒、試合終了。3対2、まずは第1セット火花の参りましょう。これで決まるのか、3セット目いくのか。波動ファイト。まずはレッドサイド火花のステータスからご覧いただきます。1番奥ネガティブ選手4321、真ん中綾野選手1135、手前ズーマー選手5221、対するユニコーン1番奥グティ選手5311、真ん中中地選手1135、手前ユキコ選手3151といったステータスです。さあまずはシールドを前目にユニコーンが張っていき、火花は後ろでシールドをまず割ることを選択しました。さあまだまだお互いねちょっと睨みながらの、一体どのタイミングで貼るのか、どのタイミングで壊していくのか、そんなね睨み合いが行われております。残り時間はまだまだあります。シールドを合わせていっていくような形ですが、枚数的には少し火花の方が有利ですね。ここでユニコーンがまずは1点取っていきます。残り時間が20秒、ユニコーンこの1点を保ったまま3セット目行くことができるのか、火花追いついて追い越して優勝することができるのか。残り10秒が切りました。さあ連続得点、2対1、前へ出ていくユニコーン追いつくか。さあ試合終了、2対1、火花の勝利です。おめでとうございます。さあそれではね皆様